敦賀と北海道の苫小牧を結ぶ老老線の定期航路が今年で20周年を迎え、6月20日、航路を運航する近海郵船に敦賀市が感謝状を送りました。老老線とは、トラックやトレーラーが自走で船に乗り降りでき、貨物を積載したまま運搬できる貨物用の船舶です。近年は道路を使ったトラック輸送からの転換、モーダルシフトによる CO2 の削減やトラックドライバー不足など物流の諸問題解決に貢献する輸送手段として注目されています。近海郵船が運行する敦賀苫小牧航路は2002年から週6便体制で就航し、敦賀からは宅配便などの雑貨、苫小牧からは北海道の農産品が輸送されています。2015年には輸送繁忙期に対応するため船が大型化され、現在は敦賀、北斗、日高の3隻で定期航路を運航しています。また2019年には週6便体制で敦賀博多航路も開設され、敦賀港を中心に北海道から九州まで日本海唯一の海上輸送ルートが構築されています。敦賀市役所で行われた感謝状贈呈式では、淵上孝信市長が今後も関係団体と連携しながら取扱量を増やし航路の安定強化を図っていきたいと述べ、近海郵船の関幸太郎社長に感謝状の盾を手渡しました。盾を受け取った関社長は、関係各所のおかげで20周年を迎えることができた、燃料価格と物価の上昇で先行きが不透明な状況だが、荒波に負けずしっかりと2つの航路を続けていきたいと述べました。